どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日はですね、皆さんにサムネイルにも、タイトルにもある通り、デッキの作り方についてちょっと簡単になんですが、ご紹介しようかなと思っておりまして、まあ、これからデュエルリンクスを始めるという方とか、それから、まあ、やってるけど、デッキちょっとよくわかんねえ、デッキの作り方わかんねえなっていう、方のためにですね、私一応ですね、今のところ800話ぐらい動画作ってると思うんで、800以上のデッキを、まあ、作ってきたか、まあ、もしくは紹介してきたか、っていうパターンなんですよ。まあ、ものすごい量のデッキを一応、まあ、動画にしてきましたんで、まあ、その、経験も踏まえまして、皆さんにですね、デッキの作り方をご紹介していきたいなと思っております。結構真面目に喋るつもりです。初心者向けなんでね、基本的に動画は。まあ、上級者の皆さんはもう、デッキの作り方も死ぬほど分かってると思うんで、まあ、そんなどうでもいいと、いうことはあると思うんですけども。まあね、始めたての方とかね、結構デッキの作り方難しいじゃないですか。この辺をちょっとね、まあ、僕がどうやって考えてデッキ作ってるかっていうのをちょっとお伝えしようかなと。そういう動画です。で、デッキの作り方、手順がね、7ステップあります。まあ、ポイントポイントとかにもあるんで、その辺はちょっと触れていこうかなと思うんですけども。まず、1ステップ目。自分が使いたい。活躍させたい。これかっこいい使いたい。こういうカードを決めましょう。まずね、まあ、マジシャンオブカオスでもいいし、スクラップドラゴンでも何でもいいんだけど、とりあえず今日はですね、ちょっと僕もね、作りたい、カード、作りたいじゃねえや、使いたいカードがありまして、こいつちょっと、氷結のフィッツジェラルドっていう、誰やねんっていうモンスターなんですけど、こいつをちょっと活躍させるデッキ作っていこうかなと思うわけですわ。ちょっとこれを、活躍させたい。とりあえず3枚入れましょう。とりあえずね。あとは抜くかもしれないけど。で、ステップ2。このモンスターを使うメインギミックを決めましょう。これだと、フィッツジェラルドってシンクロモンスターなんですよ。なんで、闇属性チューナーとチューナー以外の獣属モンスター1体。これが必要なんですよね。なんで、まあ、出すためには、こいつらをデッキに入れなければいけない。闇属性チューナー。ちょっと検索してみましょうか。で、検索する方法は、この絞り込みのところの、チューナー、チェック入れて、こうね、チェック入れて、PC 版でも、スマホ版でも、まあ、操作は同じなので、応用していただければ全然大丈夫です。で、闇属性です。これね。これ。これ検索すると、バーって、もうちょっと出てきすぎなんですよ。ちょ、めんどくさいんで、特殊召喚できるとかにしましょうか。特殊召喚、できる、チューナー。もしくは、まあ、誰かを特殊召喚できるチューナー。自身を特殊召喚するか、誰かを特殊召喚できるチューナー。特殊召喚だけにすると、ね、で、検索の、その、ソートなんですけども、これ今、リリース時期順になってるんで、とりあえずですね、まあ、攻撃力順とかもいいんだけど、まあ、レアリティ順がやっぱ一番いいですかね。一番これが多分分かりやすいと思います。分かりやすく強いモンスターが上に出てくるんで、ゾンキャリとかでもまあ、良さそうですけどね。まあ、2と4、あ、違う、2と3か。2と3とかでも良さそう。セルセキュリティとかも良さそうですね。まあ、これ耐久できるから。ジャンクシンクロンかな。ジャンクシンクロンって、こいつ、召喚に成功すると墓地のレベル2以下のモンスター釣れるんですよ。特殊召喚できるんですよ。こいつが一番アイス召喚が良さそうかもしれないですね。まあ、アンノシンクロンとかも強いんだけど、サイキックリフレクター強いけど、これ獣族なんですよ。フィッツジェラルドって、チューナー以外の獣族モンスターを指定されるんで、ちょっと使いにくいと思うんですよね。サイキックリフレクター。あれ、銃声者なんで、サイキックビーストじゃねえや。バスタービーストは。だから、まあ、とりあえずこいつにします。とりあえずこいつ。こいつも強いんだけどね。これも強いんだけど、まあ、とりあえず攻撃しましょう。ジャンクシンクロン。で、ジャンクシンクロンを使うとなると、レベル3のチューナー召喚して、レベル2の獣族を釣り上げたいと。いうことで、じゃあ、レベル2の獣族を、検索するわけですね。あ、いるわ。めっちゃいるわ。で、今、レアリティ中になってるんで、まあ、ここで見ていくんですけど、そうですね。強そうな、なんかおもろそうなモンスターいっぱいいますね。おもろそうなモンスターめっちゃいるんですけど、まあ、雷光かな。雷光か羽羽か、まあ、雷光でしょうね。さすがに、まあ、墓地に送るし、っていうことをしてしまうんで、それがどうなのかなっていうのがあるんですけど、一応雷光だと相手のカードを今破壊できるんですよ。これリバースで
まあ、羽羽だと戻せるんで、まあ、羽羽でもいいんですけど、雷光さんの方がなんかちょっと強い感あるじゃないですか。リバースして破壊なんで。で、自分のデッキの上からカード3枚送るっていうのが、まあ、どのぐらい効くかっていうのがあるんですけど、こいつ、とりあえず入れてみますか。雷光を入れていく。で、そうすると、このジャンクシンクロンを、雷光で、まあ、蘇生して、で、レベル5シンクロすると、一応フィッツジェラルド出ますよね、これね。獣族で、こいつ闇属性中だから。だからまあこういう風に、まあ、メインギミックを決めていくわけです。で、枚数は後で調整すればいいんで、とりあえず全部3枚でいいです。とりあえずね。で、ここでポイントです。これポイント。初動カード。初動カードって何かっていうと、初期手札4枚配られて、そのカード1枚あれば動けるよっていうカード。これは初動カードって言うんですよ。これをですね、大体的にですね、まあ最低でも7枚。まあ理想8枚から9枚くらい入れるようにしましょう。じゃないとね、事故ってすぐ終わっちゃうんですよ。なんで、そのぐらい、まあ、7枚ですね、最低7枚。まあ、8から9枚あった方がいいと思います。これぐらいあると安定感がデッキに出るんで、なので、とりあえずですね、これ少なすぎます。このデッキ、今のところ。雷光3枚しか今初動ない。こいつ初動にならないんで、墓地にこの雷光が落ちていて初めて初動というか、になれるカードなんですよね。こいつ出せるカードなんですよね。だから、こいつを墓地に送れる手段とかがあればいいわけですよ。まあ、愚かな埋葬とか強いカードめっちゃあるんですけど、まあ、推し陣には。リンクスにはないんですよね。で、愚かな埋葬、まあ、リンクスに実装されてるやつが、まあ、ちょっと思い浮かぶと思うんで、皆さんは気づく方も多いかもしれないんですけども、初心者の方とかと気づかないこともあるかもしれないですよね。やっぱりどうしても。で、そういう場合は一応墓地へ送るとか、墓地へ送る、まあ、送ってとか、送ることでとか、まあ、言葉、言い回しあるんで、送るのをここまで止めて検索するんですよ。そうするとまあ結構バーっていろんなカードが出てくるんですよね。で、こうやって出てきても正直わかんねえじゃないですか。どれが強いのか。こういう時にはもう一個ポイント。良い有識者に聞きましょう。よく遊戯王を知っている人、まあ僕とかでもいいですし、僕ディスコードを開いてるんですけど、サーバーで。ディスコードで結構日夜デッキの議論が行われているので、まあそこにいるメンバーでもいいです。結構みんな親身になって聞いてくれたりするんで、でそこでまあこういうデッキ作ってるんですけど、なんか相性いい方ないですかねって聞いてもらうと、結構いろんな意見が出てきます。で、僕だったらどれをお勧めするかなっていう、まあこいつを墓地に送るっていう手段ね。これですよね愚かな埋葬リンクス版こいつとりあえず入れましょう。とりあえずまあ愚かな埋葬で、でネオスフュージョンでエレメンタルヒーローネオスを融合剤として融合召喚できるんですよ。こいつでこれを落とすと、であとネオス入れなきゃいけないんですよね。ネオスなんでここね、こういう時は関連カードここ押すんですよ。そうするとなんかここになんか関連するカードがバーって出てくるんですね。だこれで検索するのが楽。おせっかくだから、エッジ外の、これ、ジャンフェスでゲットしたネオスと、ちょっとこれ入れましょうか。これ入れて、で、ブレイブネオスですね。これ入れないと話にならないんで、これを、まあ、とりあえず、まあ、2枚なんで、まあ、2枚でこれはいいですね。とりあえず2枚。で、これで一応、初動の枚数が、これ来るか、これ来るかなんで、1、2、3、4、5枚。5枚ですよね、今、初動。まあ、あとさ、3枚ぐらい欲しいですよね。3枚、2、3枚ぐらい欲しい。うん。で、サポートカード。こいつを持ってくるか、こいつを持ってくるかとかできればいいじゃないですか。ちょうどお前さんだから。まあ、雷光をサーチするとか、まあ、ネオスフュージョンサーチするとか、いうことができればいいですよね。ネオスフュージョンサーチできるもんさ、いいですよ。これ、リーバードの勝者。まあ、これ結構関連カードに出てくるんで、結構ね、探しやすいんじゃないかなと思うんですけども、これで、リーバードの守護者、これは手札を一枚捨てると、これ持ってくれるんですよ。だからこれ入れます。そうすると、初動の枚数が、1、2、3、4、5、6、7、8と。ということで、8枚。これはね、結構ね、いい感じの枚数なんですよね。まあ、このぐらいだったら許容範囲かなと。さあ、ステップ、そして3。ステップ3。相性のいいカードで、あとは残り埋めていきましょう。で、相性のいいカードって何、何っていう話なんですけども、これはですね、観点がいくつかあるんですが、基本的には、まず一つ目。この、活躍させたいモンスターの弱点を補えるかどうか。弱点を補うかどうか。それから、2つ目、こいつの、まあ、強い部分、強い点をより伸ばすことができるかどうか。まあ、要するによくある話ですよ。弱い部分は消して強い部分を伸ばせっていうあの話と同じ。遊戯王もそれと同じなんですよ。で、こいつの弱点ってじゃあ何かなっていう話なんですけど、
これですね、攻撃する場合、相手はダメージステップ終了時まで魔法トラップカードを発動できないってすげえ強い格好持ってるんですね。なんですけど、攻撃力と守備力はちょっと低いんですよ。だから、攻撃力とか守備力をまあ補えることができさえすれば、効果がすごい強いから、まあ、だから、攻撃力、守備力を弱点を消してあげることによって、逆に、強みも伸びるみたいな感じなんですよね。なので、まあ、簡単なところだと装備魔法。攻撃力、守備力を上げるっていう意味ではね、装備魔法を、まあ、組めばいいのかなと思うので、ちょっと、とりあえず装備魔法を見ましょうか。魔法で絞り込んで、ここ装備魔法にします。そうすると、こう、バーっていっぱい出てくるんですよ。でね、まあ、攻撃力、とりあえず装備なんでアップさせる方がいいですね。アップ。なんで、アップって言いましょう。そうすると、まあ、絞れねえわ。めっちゃあんの。めっちゃあんじゃん。まあ、こんだけあるってことさ。とりあえず。こうなっちゃうと、もうどれ採用してかわかんないから、一番一番読んでてもいいけど、まあ、有識者にさっき言ったように、有識者に聞いた方がいいですね。で、あとね、有識者に聞くだけ、でもいいんですけど、これ結構参考になるのがあって、このランク戦の、ここ、ランク戦の、ランク戦人気カードランキングっていうのが見れるんですよ。これ。これをね、参考にするのもいい。例えばじゃあ、これで魔法って、やると、いろいろ出てくるんですけど、これいいっすね。ガーディアの力。これ装備魔法で N なんですよ。なんですけど、これ、攻撃力が毎回その攻撃するたびに上がってって、自身のモンスターが。で、戦闘がここで破壊される場合、これカウンター取るときも無効みたいな感じなんで、これ強そうですね。これ入れましょう。ガーディアンの力。こうやってね、結構ね、みんなの、なんだろうな、採用してるカードって大体強いから、そういうカードをとりあえず最初はね、最初は入れておくことをお勧めします。まあ、俺はこういうのを使いたくない派なんだけどね。この使いたくない派なんだけど、とりあえず最初はこれ入れましょう。で、それからですね、あとはですね、まあ、打点アップ、アップは OK なんで、まあ、今度打点、相手の打点をダウンさせるっていうカード。ダウンさせるカード。こういう時に、そうだな、ちょっととりあえずランク戦いきます？アップさせるカードは結構たくさんあるかもしれないけど、ダウンさせるカードって何があるかなーと、ざーって見るんですけど、なるほど。まあ、ダウンさせる、ダウンさせるか。まあ、この辺入れたいんですよね、本当は。これあったらすげえ強いんですけど、ちょっとネオズフュージョンが入ってる関係上入れられないっていうね、リミットの関係で。ダウンさせるか、あと、まあ、これは皆さん分かんなかったらね、効果読んでいただければいいかなと。この辺のね、カードはランク戦で出てくる可能性が高いってことなんで、この辺のカードは全部効果読んでおいて、把握しておくことをお勧めします。そう、あ、いいのあるね。禁じられた清掃。これめっちゃ強いんですよ。これ相手のモンスターの攻撃力をダウンさせるっていう使い方もできるし、あと、このカード以外の魔法トラップカードの方が受けないという効果をついてるんで、これ自分のカードに使って、自分のモンスターに、カナディアとか底なしとか、こういうなんか裏向きにしてくるようなカード、こういうカードを無効にするっていう使い方もできるんですよ。これ。これ強そうだ。これ入れましょうか。これ入れましょう。まぁ、ちょっと持ってなかったらね、もうパック向いてもらうしかないから。そこまで俺、面倒見切れないから、これはマジで本当に頑張ってと言うしかないんだけど、ジェムとか。これとりあえず3枚。わかんなかったらとりあえず3枚入れときゃいい。で、ここでまたポイントです。ステップじゃなくて、ポイント。これって役割2個以上あるんですよ。相手のダウン、攻撃力をダウンさせるっていう役割もある。そして、自分のカードを、相手の魔法トラップを守るっていう役目もある。これ、役目が2個以上あるカードって強いんですよ。こういうカードをたくさんデッキに採用しておくといいです。そうすると、どんどん戦略の幅が広がって、勝ち筋がどんどん、なんかいろんな勝ち筋が出てくるんですよ。なので、こういうカードをたくさん採用できるだけするようにしましょう。まあ、無理なパターンもあるけどね、もちろん。無理なパターンもあるんだけど、こういうカードをなるべく採用することを意識すること。そして、ステップ4。相手を今度はね、妨害しましょう。妨害するカードを入れます。まあ、もちろん、これでも妨害できるんで、これはとりあえず1個いいですよね。まあ、だから、攻撃にも防御にも使えてる。だから結構いいカード、これは。そうですね。あと、さっきランク戦にもあった、とりあえず底なしからか積んどきゃいいんじゃないかと思うんで、まあ、底なしとりあえず積みましょう。一回ね。まあ、他にもたくさんいろいろあるんですけどね、候補はね。カナディアとかでもいいし、分断とかでもいいんだけど、まあ、とりあえずまあ、底なし、ここはね。まあ、この辺は後で変えるかもしれません。環境によって。さあ、そして、ステップ5。あとは、デッキのバランスを考えます。で、基本的に、そのデッキっていうのは、少なければ少ないほど、そして、デッキの中に入ってるカードが強ければ強いほど洗練されたデッキになってるんで、まあ、できればですね、20枚デッキにして、で、
無駄がない構築にするのが事故も少なくなるし強いんですよ、デッキとしてはね。まあどうしても収まらないこともあるんでね、それは仕方ないと思うんですけども、今回はねどれ抜こうかな。で初動枚数はどうしてもね8枚から、9枚ぐらいは欲しいんですよ。で初動 1,2,3,4,5,6,7,8 なんでこれ抜けないです。これは絶対抜けない。 ここはまあいじれない。そう考えるとあのネオスも実質抜けないですよね。だからあのこれ出すから、だからこれも抜けねえと。だから、8,9,10 枚抜けないんですよ。半分以上抜けない。でジャンクシンクロンもどうしたってやっぱこいつを出すんだったらやっぱいるよね、3枚。これサーチないんで今のところ。なんでとりあえずこいつも3枚いるかなっていうところなんで、なんで13枚ぐらいもうちょっと固まっちゃってるんですよ。だからあといじれるとしたらまあこの清掃ガーディアンの力底なしあたりのところなんですけども、そうだなぁ。まあ、とりあえず今人気カードランキングを見て、罠底なしすげえ多かったんですよね。ランク戦だと、多分ですけど。これめちゃくちゃ多かった、ルームじゃねえや。ランク戦で、ランク戦人気カードランキング見て、罠見ると、なんかこの辺が、こうやってこれもとかもめんどくさいね。底なしとか底なし、カナディアとかが多いんで、あんまりやっぱり、ガーディアの力強くないかもしれない。なんでかっていうと、装備魔法なんで、これ裏向きにされると外れちゃうんですよね、装備魔法って。とりあえずちょっとガーディアの力1枚抜きますか。まあ、この辺はちょっとやってみてなんですけどね。やってみて決めるっていう感じなんですよね。で、防御札の枚数も、だいたいまあ、8枚とか9枚くらいあると一番いいんですけど、ちなみに理想は、手札の理想は、初動が1枚来て、それを通した後に、まあ、防御札3枚あるっていうのが多分一番強いです。で、次の、ターンでまた初動カード引くみたいなパターンが一番強いんですよ。だからまあ、その辺のバランスは、まあ、初動と防御札で、自分の、まあ、その8枚から9枚ぐらいの、の初動と8枚から9枚ぐらいの防御札みたいな感じのデッキを組めば、とりあえず最初はいいのかなと思うんですけど、まあ、これちょっとまあ、21でいいかな。21で良さそうな気がするわ。なんか、とりあえず、まあ、ちょっともうちょっと洗練させれば20枚になるかもしれないけど、まあ、一旦こういう時分かんなかったら21で、これ誤差の範囲。で、ポイント6つ目。他に相性がいいカードはないか考えること。例えば、今回はまあ5シンクロするデッキなんですけども、ジャンクシンクロンで、ハンターライト釣り上げて5できるから、他にも5シンクロ強いのいたら入れたいですよね。あとは、3で4と3で7とかもできるかもしれないから、まあ、7シンクロも入るかもしれないし、あと3と7で10シンクロとかもできるかもしれない、ね、もしかしたらね。そういうモンスターが相性もしかしたらいいかもしれない。シンクロレベル5で検索すると多分、まあ、上級者の方だったらわかると思うんですけど、これ強いんですよね。アルマレス。これ、こいつとりあえず入れますか。で、そうだな、7シンクロもできるかもしれないね。7シンクロって結構強いモンスター多いんですよ。7シンクロちょっと見てみましょうか。こうすると7シンクロ出てきて、ブラックローズ。ブラッククローズ強いね。ブラックローズは強いね。ブラックローズにしますかね、とりあえずね。まあ、デストロイサムライとかこれも強いんですけどね。これも強いんですけど、ちょっとエクストラ足りねえよこれ。エクストラ足んねえわこれ。でですね、これちょっと考えたんですけど、これ氷結のフィッツジェラルド、多分ね主役とはいえ3枚いらないと思うんですよね、さすがに。これだって一回破壊されても戻ってこれるし、最悪ね。手札1枚して、戦闘だったら。そんないらねえかなと思って、2枚、もうワンチャン1枚でもいいんだけど、2枚にしましょうか。2枚に、とりあえずね。で、まあ、どれ抜くと言われたら、まあ、デストロイサムライとりあえず抜くか。こうですかね。とりあえずこう。まあ、デッキはだからまあ、とりあえずこんな感じで、仮作成案はこれでいいんじゃないでしょうか。あとは、なんかこういうシーン、こういうカードがあったら強かったとか、これいらないなってなったやつとかをメモしてって、後で削るとか、つける、足すとか、いう作業を、まあ、ひたすら繰り返す。トライアンドエラー、トライアンドエラーを繰り返して、デッキを洗練させていくっていう感じです。さあ、そして最後のステップ。スキルを考えましょう。これ難しいですけどね、スキル。で、スキル採用の着眼点としては、まあ、そうです。弱点を補えるかどうか、さっきも言ったように。弱点を補えるかどうか、もしくは相手の妨害をめっちゃできるかどうか。まあ、この辺ですかね、考えるべきポイントは。まあ、メインビギミックを動かせやすくするっていうパターンもあるんだけど、まあ、例えばこのジャンクシンクロンを持ってくる調律っていうスキルとかね。まあ、そういうのもあるんだけど、まあ、とりあえずですね、今は、こいつの弱点を補えるとか、相手の妨害をするっていうことを考えますか。で、まあ、打点アップできれば強いと思うんで、そういう時はま、スキルを一覧で見ましょうか。
この辺もね、有識者に聞いていただければ結構いろんな意見が出ると思います。ここでアップって言えば攻撃アップ系いっぱい出てきますね。まあ多分粉砕だろうな。粉砕とか、それからまあそうですね、絆の力とか、まあこの辺になるんじゃないかなと思うんですよね。まあ打点をアップするんだったらね、アップするんだったら、あとは多分有識者に聞いたら、まあこういうのいいよっていうスキルはもうこれとかね、墓所封印とかこういうスキルいいんじゃないかなって言ったりするかもしれないですね。あ、さっき言ったように、あと調律っていうね、あの初動というか、まあフィッツジェラルドを出すためのサポートであるジャンクシンクロも引っ張ってこれるスキル、こういうのとかもいいかもしれない。これはね、多分ね、あの知識量がものを言う意味とかあるんですよ。なんでこれはね、有識者に聞いちゃった方が早いと思いますね。はい、今回はとりあえず粉砕でやってみますか。一応2体並ぶんですよ、3000、じゃあレベル5以上のモンスターが。でこれでとりあえず借り返すです。以上、デッキの作り方は本当以上。これであとはランク戦とか、あ、まあ友達とかと、まあ調整したりしたりなんかして、まあこのカードいらないなとか、このカード関係あってねえなみたいなカードを入れ替えていくみたいな、そういう感じです。はい、ちょっとだいぶずっと喋るだけの動画になっちゃったんで、まあ聞き苦しいとかあったかもしれないですけども、はい、デッキの作り方は以上になります。ちょっとね、参考になったかどうかちょっと微妙ですけども、まあ一参考程度に聞いていただいて、ぜひ皆さんのデッキ構築の、まあ、手助けになればいいのかなと思っております。まあ、わかんないこととかね、まあ、こういうデッキ作りたいんだけど、ほんとマジでわからんっていうことがあればですね、ぜひね、ディスコードなんか活用していただいて、うちのサーバー結構遊戯王好きな人集まってますから、デッキ構築、デッキ作るの、デッキ考えるの結構好きな人多いですからね、ぜひね、そういうとこも活用していただいて、皆さんの、日々の遊戯王ライフ楽しんでいっていただければいいのかなと思っております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。動画参考になったよという方は、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。Bye.